今も銀行などが入居している天津ジャーディンマセソン紹介ビル。天津ジャーディンマセソン紹介ビルは中国天津市は平駅にある歴史的な建築物。かつてはジャーディンマセソン商会天津支店の社屋だった。1997年により天津市文物保護建築物に指定されている。ジャーディンマセソン商会は1832年に中国の広州で創業。 1841年に香港に本社を移転。1843年に上海支店を開設し、翌年にジャーディン・マセソン商会ビルを建設した。1867年から天津事務所を開設し、河北でも海運業を展開する。この頃、東帝クルルが売弁責任者として金銭の管理、物資の購入、海運の開設などを行っていた。以降、 事業規模が拡大し、1881年に天津支店に格上げ。1921年に社屋の天津ジャーディンマセソン紹介ビルをイギリス疎開地のイタリア道に建設した。2階建ての伝統的な洋風建築。入り口の左右両方に古林都式の巨柱がある。作りはシンプルだが、室内は豪華な雰囲気に作られた。 1936年7月1日に特化銀行転身支店が入居した。現在では、伊海市商業銀行などが入居している。ありがとうございます。